俺の名前は佐竹博文。これはまずいやつだ。人類が決して浴びてはならない光を眼前にしている普通の男だ。とある日の昼時のこと。博文、電子レンジが動かないんだけど。あれ、前から調子悪かったんだけど、まさか壊れたか。彼女の知恵が遊びに来ている中、ついにうちの電子レンジがおしゃかになった。かれこれもう20年ほど。家電は叩けば治る、おばあちゃんの知恵袋。今令和だよ。一人暮らしで万年フル稼働してれば壊れても何もおかしくない。ほら動き出したぞ。え、本当に？博文すごいと思ったのだが、あら、大丈夫？博文、あれは完全に壊れたな。やっぱり寿命みたいだ。ここで素朴な疑問がふと頭をよぎった。電子レンジってどうやって物を温めてるんだろう。急ね。でも言われてみれば確かにわかんないかも。それは電磁波の力だ。紀藤さん、どうしてここに。電子レンジは食品に含まれる水分子に電磁波を当てて振動させ、その時に起こる摩擦熱で温めているのだ。へえ、勉強になったな。ってそうじゃない。なぜ家に勝手に入ってる。鍵がかかっていなかった。防犯意識が薄すぎる。だからって呼び鈴も鳴らさず入るかよ普通。例のごとく気色旅の誘いかと思いきや、今回は違った。ちょっと変わった研究所から出資の相談が来ていてな。アイルランドに行くからついてきてほしい。出発は今すぐだ。ちょっと待ってくれ。俺は今日久しぶりに知恵と一日一緒にいる予定なんだ。さすがに知恵との約束をないがしろにはできない。すると紀藤から意外な提案があった。ならば知恵さん、あなたも一緒に来ればいい。ファーストクラスだぞ。え、いいんですか。うー、金持ちめ。というわけで急遽3人での旅が決まった。それから約22時間後、アイルランドに到着した。意外と過ごしやすいし、街並みも綺麗。この国では夏でも14度くらいだからな。研究所はこっちだ、ついてこい。了解。まあ今回は気色じゃないだけ気楽だな、なんて安心していたのだが、紀藤が急激に足を止めた。ちょっと待て。どうしたんですか。あの市場から気色の気配がする。行ってみよう。気色の気配だと。なんとローカル市場に紀藤の気色レーダーが反応してしまったのだ。さらにそのレーダーは身の毛もよだつほどに正確なのだ。あったぞ、白鳥だ。白鳥、もろ置かれてるのね。そこにはどでかい白鳥が堂々と鎮座していた。だが元々の今日の目的は気色ではないはずだ。でも紀藤、打ち合わせの時間もあるんだろう。気色はまたの機会に。いな、好機一すべからずだ。天使よ、白鳥を注文したい。お目が高い。これは今朝死んでいたのをこそっと取ってきたレアものだからね。つまりは法律ギリギリってことか。そして待つこと20分。お待たせ、白鳥の首の丸焼きだよ。むーん、醜いアヒルの子になったな。そこじゃない、首。そのままね。こんがり焼かれた白鳥の首がありのままテーブルに出された。ちなみに紀藤曰く、白鳥は中国やヨーロッパの国々ではかつて食用とされていたという。特に隣国のイギリスでは白鳥を食べることが最高特権の一つと考えられていたんだ。貴重な食材だったんですね。それゆえ感謝していただくように。うー、こっちを見ないでくれ白鳥よ。それを聞いても躊躇はしてしまう。しかし紀藤はお構いなく食らいつく。いざスワンバース。虫に比べたら全然マシ。この感じ久しぶり。それに続き俺も知恵も白鳥肉にかぶりついた。その味はというと、微妙だ。脂っこいのに肉が硬いな。全然食べれなくはないんですけどね。微妙としか言えない味だった。でも食べてると癖になる味だな。そこはさすがカモの仲間だ。なんやかんや完食に苦労はしなかった。その後俺たちは目的地である高エネルギー物理研究所へとやってきた。紀藤さん、ようこそいらっしゃいました。ショーンさん、今日はよろしく頼みます。よろしくお願いします。聞けば紀藤は粒子加速器を使った研究への出資を依頼されているという。粒子加速器とは言葉の通り、粒子を高速まで加速させてぶつける装置のこと。身近なものだとかつてのブラウン管テレビや電子レンジにもその技術が応用されている。加速器は宇宙探求、最先端医療などに使われています。可能性しかない装置だと聞いている。
そう、この装置はタイムトラベルさえも可能にするかもしれないという。その後、俺たちは加速器を見学させてもらうことに。おお、かなり長いですね。ほんと、先が見えません。直径7キロ、全長は20キロの超巨大装置ですから。凄まじい大きさだな。それは世界最大クラスだという。するとショーンさんがこんなことを言い出した。よかったら加速器の内部を覗いてみませんか。危険ではないんですか。こちらショーン、許可を出すまで加速器を作動しないでくれ。連絡を入れたので大丈夫です。じゃあぜひ、僕も興味あります。しかしこのサービス精神が。こちらショーン、許可を出すまで加速器を作動しないでくれ。とんでもない悪夢をもたらすこととなる。ほう、こんな感じになってるのか。未来感半端ないな。それはまるで SF 映画のセットのようだった。すると紀藤が知恵と変わるために頭を抜いた。知恵さんもどうぞ。ありがとうございます。この時だった。いけね、トランシーバーをきっぱだった。まあすぐ戻ったし大丈夫だろう。次の瞬間、突然まばゆい光が俺を照らした。ん？なんだこれ。直後、俺は確かに見た。まるで宇宙を駆ける流れ星のように光の粒がこちらに飛んでくるのを。そこにいてはならない。俺の生存本能がそう告げた。ヒロフミ、大丈夫か佐竹。光った。まさか。俺の言葉を聞いたショーンさんの顔が一気に青ざめた。彼は即座に無線を入れる。おい、まさかスイッチを入れたのか。まだ許可していないぞ。え、してしまいました。何をしている。加速された陽子線を人が浴びたら被爆してしまうのだぞ。被爆。絶望的な単語を最後に俺の意識はプツリと途絶えた。あれからどれだけ経ったのだろう。俺は夢を見ていた。俺がここで死んだら紀藤と知恵はどうなる。ヒロフミ、ヒロフミ。知恵さん、もう泣かないでください。俺がついてますから。きっと傷ついた知恵を紀藤は慰めるだろう。そして知恵の気持ちはだんだんと揺らいでいき。紀藤さん、会いたい。今すぐメルセデスベンツで迎えに行くよ。そして二人は結ばれ。なことさせるか。なんだ。ヒロフミ。執念で俺は目覚めた。だが俺の顔には重大な症状が現れていた。なんだよこれ。右の方が恐ろしいほどに腫れ上がっていたのだ。佐竹さん、目覚めましたか。驚異的な速さですね。これがこの男の生命力です。すると部屋に安堵の顔を浮かべた医師が入ってきた。そして医師が説明を始めた。皮膚や聴覚に損傷は見られますが、脳へのダメージはありませんでした。命に別状はないとのことだ。よかったな。よかった、本当によかった。聞けばあの事故に巻き込まれてこの被害は奇跡だそうだ。ちなみに粒子加速器での事故は初めてではないらしい。ドワー。1978年ロシアにて俺と同じ超高速の陽子ビームを受けた人がいたという。その人も奇跡的に命は助かった。しかし左耳の聴覚は失われ、顔の半分も麻痺、転換の症状も見られるようになったという。それに比べたら俺は軽症とすら言えるだろう。そういえば出資の話はどうなったんだ。もちろんなしだ。それどころか今回の事故で計画は中止になったからな。当たり前よ、完全にヒューマンエラーだもんね。ちなみに俺が受けた放射線量は致死量の200倍だそうだ。それから1週間後、顔の腫れも引き、経過観察を終えた俺は退院となった。よし、やっと日本に帰れるぞ。白鳥でも食べて帰るか。それはお断りします。今回被害に遭ったのがこの2人じゃなくて本当に良かった。俺の名前は佐竹博文。今回もまた生き延びることができた普通の男だ。